ラドムスキー親衛隊将尉、パウル・オット・ラドムスキーは、ドイツの軍人。親衛隊の将校として、強制収容所所長などを務めた。ラドムスキーは、国家社会主義ドイツ労働者党の、古参党士と呼ばれる、古参党員の一人で、ハンブルクの連隊では、ラインハルト・ハイドリヒとも早くから仕事を共にした。NSTP の党員番号は96,942。 SS の隊員番号は2235であった。当時の人事上の記録には、古臭い脅迫者との評価が残されているハイドリヒは、しばしば、金髪の野獣などの異名で恐れられていたが、SS 隊員の中ではラドムスキーこそ、最も残虐な男であろうと噂されていたという。ラドムスキー個人に関する記録によれば、親衛対象者となったラドムスキーは、 キエフ付近に設置された、ザクセンハウゼン強制収容所の付属収容所自列、強制収容所に所長として赴任したが、軽微な規則違反であろうとも厳罰に処し、恐怖による支配を試みたという。多くの場合は独断で、銃殺刑ないし鞭打ち刑を加え、この手法は次の認知である、ハイダリ強制収容所でも変わらなかった。 1943年11月6日に赤軍が、キエフが占領し、収容所が破られるまでラドムスキーは、所長として、勤務を続けた。1943年11月28日、ラドムスキーは、ギリシャアテネ近くのハイダリ強制収容所に所長として、赴任した。なお、前任者のルディトレプテ軍曹と2名のギリシャ語通訳は、ゲシュタポによって逮捕されているが、 その理由は現在でも明らかになっていない。ラドムスキー着任後、収容者は日曜日を除いて1日4時間にシフトの体制で労働を割り当てられた。収容者らは100人ごとのグループに分けられ、各グループの責任者は古いローマ軍の役職名から100人隊長と呼ばれた。収容者は日々穴を掘っては埋めたり、壁を立てては破壊したりを繰り返すことを強いられていた。 ラドムスキーは単に収容者の指揮を破るためだけに、これらの生産的目的を一切廃した労働を犯したのである。12月7日、収容所における最初の処刑が実行された。レビという名のギリシャ系ユダヤ人が逮捕時に逃亡を図ったとして、ラドムスキーの独断で処刑されたのである。この処刑の目的は、 他の収容者に対する見せしめと警告の意味合いがあったとされている。戦後の心理学的研究によれば、この処刑が収容者を絶え間ない恐怖にさらされる生活環境に置いていたという。ラドムスキー着任後の1年間でおよそ1800名が処刑され、また300名がアテネのゲスタポシブによって拷問を受けて死亡した。これらの中には30名の女性。 104名の病人、230名の学生が含まれる。1944年2月、酒によって副官を射殺しかけたために、所長職を解任された。さらに新鋭体中意への降格と6ヶ月の懲役も言い渡されている。正式な解任は1944年4月15日に行われたが、2月27日から公認者。 カール・フィッシャー注意が事実上の所長として勤務を始めている。戦後の消息は長らく不明とされていたが、2005年にハンブルク検察が調査を行った結果、ラドムスキーが1945年3月14日にハンガリーの聖ケシュフェヘールバール近くで殺害されていたことが判明した。ありがとうございます。